はいどうも、カッパ炎上グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カバーチョコのカッパ炎上です。さてと、じゃあ次この動画ではね、日本の水際対策とオリンピックの話なんですけどもね、来日した、フランス、エジプト、スリランカ、ガーナ、各選手団、4人、感染が判明したっていうすごい話なんですけどもね、東京オリンピック・パラリンピックに参加するため来日した後に、新型コロナの感染が判明した外国人選手や関係者、ウガンダ選手団の2人のほか4人いたことが分かりましたと。内閣官房によると、19日来日したウガンダの2人以外にも、2月にフランス1人、4月にエジプト1人、5月にスリランカ1人、6月にガーナ1人の合わせて4人の感染が確認されていたことが分かりましたと。東京大会に参加する選手や関係者は対策を取った上で14日間の隔離が免除される特例があり、今年に入ってから6月13日までに入国した2925人のうち、希望した2213人が隔離を免除されていますと。何やってるんですかねこれ。もうなんだろうな、いや、懸念された以下のザルじゃないですか。ガバガバか、なんだろう、世界のウイルス博覧会でもやるつもりですかね日本政府は。なんですかね、こういうことやるから東京コロナ万博とか揶揄されちゃうんですよね。なんか適当すぎません？そもそも外国の人たちにね、期待するのが、ね、任意でね、じゃあこうしてくださいね、隔離してくださいねみたいな、ね、公共の交通機関は使わないでくださいねってお願いするだけだもんね。誰が守るんだよって話ですよね。ね、なんで2週間の隔離、ね、必須じゃないの、ね、なんで免除してるんですかね。これがもうさっぱり意味が分かんないですけど、ね、水際相変わらずスカスカじゃないですか。ここまで無能なんですかね。でそのうち日本で感染したとか話を持っていくつもりでしょ。絶対あの国の人たちなんかもうまずそれを狙ってくるんだから、ね、なんで向こうの空港で弾かれないんですかね。だからやることやってないわけでしょ。なんだろう、各国代表ね、それぞれこのね、国地域の変異株をね、持ち寄って、で、日本国内で、この東京で、もうなんか見たことも聞いたこともないような世界最強のね、変異株、ね、カッパ株グレートみたいなのができちゃうのかな。もう日本終わるわ、マジで、本当に。大会始まると国別のメダルの数と感染者の数が併記されたりするのかな。そのうちコロナ検査でね、検体すり替えドーピングとかやり出すやつとか出てくるんじゃないのかな。始まる前からもうなんか地獄の様相がね、もう向こうの方に見えちゃってるのがもうほんと草も生えないな。ね、なんだろう、誰かが言いそうですよね、まるでコロナの宝石箱やみたいな感じでさ。それはさておき、なんですかね、この日本に入国すると発動したりする、なんかそんな特殊なあれでもあるんですか。そんなはずないですよね。だからどこもかしこもね、なんで選手団の中にいるんですかね。だからもうそれだけね、世界の国々がまだまだこのコロナで大変な状況だっていうことを承知した上で、なんで対策打てないんですかね。なんかこういうの日本での治療目的にも見えちゃいますよね。いやー、これはね、選手団すべて濃厚接触者でしょ。本当に出国前検査とかちゃんとやってんのかな。なんかやってねえような気がするんだけどな。もうすっかりこれじゃ東京コロナ培養オリンピックとかさ、ね、もう散々こう腐されたまんま、その通りじゃないですか。ね。東京株、ね、東京ほにゃららなんたら株みたいな、ね、とんでもないのが生まれるのも、これ時間の問題じゃないですか。でいつ頃からか、ね、選手村がコロナ村とか呼ばれちゃうんですかね。で、全部日本のせい、東京のせい、にされそうだよね。なんかもうそろそろ検査免除特権とか付与するつもりですかね。何なんですか、これ。もうほんとこんな調子だったらさ、ね、もう世界中の、世界各国地域のこのね、新しいね、新株、カッパ株とかさ、ね、デルタ株でしたっけ。日本に送り込む工作なんじゃねえのかとか思っちゃうよね。
で隔離免除でさ出歩き放題なんでしょ。それはもうあちこちの店、ね、夜の店風俗とかも絶対行くでしょ、うん、っていうかさなんで一人二人混ざってんの必ず、うん、でこれ一体どこが水際なのかな、ね、全然普通にもう氾濫してるじゃん、うん、だからさ、ね、もう海外のこの出国時の検査結果、ね、陰性証明なんて何の役にも立たないし信用も信頼も信憑性もゼロだっていい加減気づいた方がいいんじゃねえのかな。なんできっちり隔離しないんですかね。全然安心でも安全でもないじゃないですか。感染拡大見え見えなんですけども、いや日本がね、日本の検査が完璧だとかそんなこと言うつもりはないですよ、ね、海外の検査を疑うよどう考えても、ね、それを承知の上で、まあ、人権とかでねこの外国人は隔離できず野放しが続くそういう状況なんだろうけどもね、うん、だからもう海外からの入国者はね感染してる前提で動かないとダメでしょ、うん、だって選手団でさえこんな適当なんですよ、ね、そうじゃない、ね、その他大勢の普通の外国人がまともに検査なんかしてるわけがないよね、うん、なんで何人もいない選手団の中からホイ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 次から次へと感染者が出てくるんですかね、うん、おかしくないですか。ってことはもう普通に、ね、このビジネスだなんだかんだ特例だとか言ってさね、このオリンピックの選手団、ね、その関係者以外の普通の人たちはどんだけ適当かってことでしょ。だって一応このオリンピックの代表選手であとそのスタッフで来る人たちって言ってみれば各国地域のさ、ね、最も、ね、最優先で、ね、これで まず間違いはないだろうっていうね、コロナ対策、ね、ワクチン接種に始まりありとあらゆるできる、まあ当然国地域によってばらつきはあるんでしょうけども、とりあえず考えられる限りのねことをやった上で送り込まれてきてるわけでしょ。それでこのざまなんですよ。いやーこれどうなっちゃうのかな。まあ選手村で感染爆発して周りにも広がっていくんじゃないですか確実に。だって隔離しなかったら他のねそのね、例えばどこ、ね、どこウガンダだったらウガンダ、ね、その国のその競技 このチームの他の選手にも移るでしょうよこれ。なんだろう海外の選手団をクラスターで実力発揮できないようにする魂胆とかそれはちょっとな考えにくいからなそれはないと思うんですけどもね、うん、絶対これ後で日本のせいにされると思うけどな、うん、あの国とあの国を筆頭に、うんオリンピック終わった途端、ね、もう手のひら返してもう最中でもやってくるかもしれないな、うんまあ、感染爆発がもし起こればね絶対全部一切合切全部日本のせいにされるよ、うん、で世界各国から慰謝料が請求とか来そうだよね、うんまあ、あの国なんかもう本当、ね、全然オリンピックと関係ない、ね、一般の国民まで総動員してね慰謝料の請求書とか書いてきそうだよね本当に、うん、あのさもう今更やるとなったオリンピックにね、唾吐くつもりはないし、もうね、最初はね、オリンピックなんてやってほしくないって反対してましたけども、ね、もうやるってなっちゃったらもうやるしかないんだから、あとはどううまくやるかっていうか、そこを考えるしかないっていうふうにね、うん、思ってたんですけれども、いやー、これ本当にオリンピックできるんすか？こんな状況で。なんだろうもうある意味なんだろうねこのコロナテロみたいな感じになってるじゃないですか。オリンピックテロって言ったらちょっとね不謹慎かもしれないですけども、なんだろうなもうそう考えるとさこのオリンピックのエンブレムねなんかもう葬式の花輪に見えちゃってきてなんかもうほんと気分悪いですよね。うん、なんとかもっと他にやりようないんですか徹底的に。てかこれなんでやらないんですかね。うん、水際になってないでしょ。うん、なんどうも本気でこれ対応する気があるとは思えないんだよな。絶対これねあれだよね、いろんな世界中からさコロナウイルス変異株が混ざりに混ざって、ね、東京変異株オリンピック型とか言われちゃうよね。あの国なんかもう胃の一番にほれ見たことかね、うん、もう鬼の首取ったごとく、ね、大騒ぎするよ。いやーこんなコロナ万博状態勘弁してもらいたいんですけどね。どうにかならないんですかこれ。うん、他にやりようがなかったとは到底考えられないね。なんでもっと水際対策徹底しないんですかね。今更もう言ってもしょうがないのかな。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。